ボイチェフ・フィバックは、ポーランド・ポズナに出身の元男子、プロテニス選手。1970年代から1980年代前半にかけて活躍した、当地最大の男子テニス選手である。ポーランド語での現地綴りは、ボイチェフ・ファイバックであるが、英語文献では短縮した、ボイテク・ファイバックという名前で表記される。シングルス自己最高ランキングは10位で、 男子テニス世界ランキングでトップ10位以内に入った初めてのポーランド人選手である ATP ツアーでシングルス15勝、ダブルス52勝を挙げた。身長182センチメートル、体重72キログラム、右利き。フィバクはジミー・コナーズやギレル・モビラスと同じ年にあたり、この3人は 生まれた時期も近い。ポーランド中西部にあるビエル・コポルスカ県の県とポズナニで大学教授の息子として生まれたボイチェフ・フィバクは1972年から男子テニス国別対抗戦デビスカップのポーランド代表選手となった。彼は大学の法学部で弁護士になるための勉強をしていたがポーランドテニス連盟の反対を押し切って1974年に ポーランド人として最初のプロテニス選手になった。1975年に男子テニスツアーでダブルス年間5勝を挙げる。1976年5月にイギリスボーンマスの大会でシングルス初優勝を果たし、この年にシングルス3勝、ダブルス7勝を記録した。1977年、フィバクは全仏オープンで初めて4大大会の 男子シングルス準々決勝に勝ち進み、男子ダブルスでチェコスロバキアのヤンコデシュとペアを組んで決勝に進出した。シングルス準々決勝ではギレルモビラスに完敗し、ダブルス決勝ではブライアン・ゴットフリートラウル・ラミレス組に敗れて準優勝に終わっている。この年はシングルスで2勝、ダブルスで10勝を積み上げた。そしてついに1978年の 全豪オープン男子ダブルスでフィバックはキム・オーウィックとのペアで初優勝を達成する。これはポーランド人の男子テニス選手による4大大会初優勝であった。過去には第二次世界大戦直前の時代に当地最大の女子テニス選手であるヤドビガ・イェンジェイオフスカの活躍があった。イェンジェイオフスカは1939年全仏選手権の女子ダブルスで ポーランド人選手として初の4大大会優勝を飾ったが、女子シングルスでは3度の準優勝に終わり、1937年ウィンブルドンと全米選手権、1939年全仏選手権の決勝で敗れた人である。まだ共産主義の支配下にあった1970年代後半のポーランドでフィバクは当地の国民的英雄として尊敬を集めた。 4大大会シングルスでのフィバックは、1980年に、全仏オープンで3年ぶり2度目の準々決勝に、進んだ後、ウィンブルドン、全米オープンでもベスト8に入り、3大会連続で準々決勝進出がある。全仏オープンの準々決勝では、ビタス・ゲルレーティスに3から6、7から5、4から6、6から3、3から6のフルセットで惜敗した。 ウィンブルドンでは4回戦でそのゲルレーティスに雪辱を果たしたが、続く、準々決勝で、ブライアン・ゴットフリートにストレートで敗れた。全米オープンでも4回戦で、ギレル・モビラスを破ったが、準々決勝で、全豪オープン優勝者のヨハン・クリークに6から4、2から6、6から3、1から6、6から7のフルセットで敗れ、3大会連続で4強入りのチャンスを逃している。 フィバックの男子テニスツアーでのシングルス優勝は1982年に獲得した三勝が最後になったがダブルスでは1987年まで優勝記録がある。1985年フィバックはアメリカカリフォルニア州に南カリフォルニアポーランドテニス協会を設立した。選手としての全盛期が過ぎた後も 1990年と1992年の2度、デビスカップでポーランドチームのダブルスに出場したこともある。イワン・レンドルがチェコスロバキアからアメリカに移住した当時のコーチを務めたこともあった。フィバクはポーランド国内でも有数の美術品収集家として知られ、2001年にフィバクギャラリーを設立した。選手引退後は実業家として、 多方面の事業を手掛けている。ボイチェフ・フィバクの前世紀から四半世紀余りあと、2008年7月にアグニエシュからドアンスカがポーランド人女性として史上初の世界トップ10位を成し遂げ、2012年ウィンブルドン選手権女子シングルスで準優勝した。2014年全豪オープンではルカシュク・ボットがロベルト・リンドステッドと組んだ男子ダブルスで優勝し、 ポーランド人として、フィバク以来36年ぶりの4大大会タイトルを獲得した。ありがとうございます。